まで30秒ブラボー6、オーバー。ラズベル、こちら6。ジョン、マカロフが逃げた。もう一度言ってくれ。マカロフが逃げた。奴が脱獄したの。中止だ。旋回しろ。引き返すんだ。ヒロシ機関からシャドウ2、港に着いた。貨物を受け取ったら連絡する。スタンバイ。気をつけろよ。順調か。まあな。ここまで来たな。使わずに済めばいいが。イティーブ・ハレコン。後でな。ラジャー。ミナ、バラ。お母さんは？あなたのように戦ってる。行こう。言われたことはやった。コンテナは安全だ。港に部外者はいない。公安部は？昨日から閉鎖してる。よし。ファラ。ん？余計なお世話だろうけど。どうした？この貨物は強力なんでしょ？ああ。ウルジクスタンが平和になったおかげで人生を取り戻せた。それを守り続けてほしい。私たちも手伝うから。もちろんだ。あのコンテナが…リーダー！くそ！くそ！北海道3は応戦に入った。ヒロの車がやられたぞ。空間、隠れる場所がない。全方向から攻撃されている。了解だ。そのまで退避しろ。シャドウ01からキロへ。聞こえるか？GPS トラッカーがあるんだ。ミサイルに仕掛けておけば見失わずに済む。コンテナを特定しなきゃならない。ディナが場所を知っていたんだが。目録は校長のオフィスにあるはずだ。タワーか。そうだ。了解した。狙い通りに当てたな。どうしてし静かにしてろ。うまく隠れてる。今のところは正確なショットだ。船にある GPS トラッカーとタワーにある目録が必要だ。港のタワーに行く。了解。ディナが働いていたタワーだ。仲間を失うのは辛いよな。ディナの母親に何て言えば。まずは生き残れ。祖国を守るんだろ。お前の言う通りだ。さあ、任務を続けようぜ。大袋を用意したぜ。死者の半分はディナの部下だ。ウルジクスタンの暴力から解放されたのに逆戻りだ。これはお前のせいじゃないさ。積み荷目録はタワーに、トラッカーは船にある。さあ、急げ。ケーブルがあった。
昇降機ですぐに上がれる。ガントリークレーンだらけだ。自動化されてるから動いてるんだ。タワーに接近。中に敵がいる。よっ、切る、切ろ。着いた。メインオフィスを探せ。確か3階にある。誰かがいると疑ってるな。3階でディナのオフィスを探す。校長は生存好きだ。机を調べるのは簡単だろう。ミサイルを奪われたら追跡できる技術はあるのか。それならツテがある。信用できるのか。これは極秘の貨物だぞ。もちろんだ。なるほど。まだ居場所はバレてないな。校長は整頓好きだ。机を調べるのは簡単だろう。目録を入手した。いいぞ。 GPS トラッカーは船にある。次はそれを取りに行け。敵の JLTV だ。お前を見つけたら攻撃してくるだろう。グレーブス、お前の船だ。俺の部下を見たか。いや、残念だな。奪還が無理でも追跡するぞ。トラッカーを取りに行け。見つかったようだ。状況は静かだ。上に行く。乗船した。トラッカーはブリッジの操舵室にあるはずだ。コンニの目的はミサイルだ。トラッカーはまだ船にあるだろう。敵に気づかれたぞ。うまく倒したな。ゲモール。やつを倒した。コンニーが捜索してるぞ。ブリッジとトラッカーに近づいてる。見えるところに置いてある。テーブルの上だろう。
奴らはお前が見えてない。ブレイブス、トラッカーを見つけた。ブレイブス、積み荷目録の情報を送る。了解。コンテナの番号と照合する。 OK。 ミサイルにトラッカーを仕掛けるんだ。クレーンを調べろ。別のコンテナを積んでるかもしれない。了解。両方見つけてやる。ヒロシ機関から 3-1 へ。状況は？食い止めてるぞ。奴らの動員がそっちに向かったぞ。私が何とかする。アレックス、敵の数が多いが何とか生き延びろ。どっちもな。抵抗アウト。キロからシャドウへ。コンニーがコンテナを見つけた。今回収してる。くそ、ミサイルを一機失った。残りは2機だ。ミサイルが同じ場所に運ばれるならまだ追跡可能だ。推測ではな。そうだといいが。爪を特定した。高い位置にある。一級品だな。最初のミサイルをマーク。いいぞ。次の場所は分かるな。キロ、突き進め。ブレイブス、お前の車があった。役に立つと思ってな。そうかもな。最初のコンテナへ行く。キロ、トラッカーを仕掛けろ。大袋を用意したぜ。ほら、コンニーが来るぞ。特定した。早くミサイルコンテナにトラッカーを仕掛けるんだ。起動した。コンニーがミサイルを両方持っていく。了解。バラ、やるべきことをやったな。残りも頼む。エゴ、聞こえるか？感度良好だ。コンニーが引き上げていく。欲しいものを手に入れたんだ。これも明日の勝利をつかむためだ。まだ終わりじゃない。エコーからキロへ。クリアか？
オールクリアだ。進め。ラジャ、そっち行く。すまない、ティナ。必ず奴らに償わせる。約束だ。司令官。ミサイルは抑止力になるはずだった。力による平和だ。この国は戦争に取り憑かれてる。決してなくならない。ロシアはここを欲しがってる。奴らに渡すものか。どうする気だ。コンテナを追跡する。俺も一緒に行く。いや、遺体を保護して仲間に警告してくれ。ロシアが戻ったと伝えるんだ。シャドウカンパニーも関与してる。介入してくるだろう。そうだな。先に連絡したい人物がいる。